おはようございます。釣り子 TV です。バス釣り便利グッズ紹介ということでですね、本日はね、釣りの時に欠かせない小物、ね、これプライヤーなんですけども、これをね、買ってきてみましたよっていうことでね、ご紹介したいと思います。浅草のこれはね、ラインスラック、これ発売開始したよっていうことで早速ね、一つね、気になっていたんで買ってきてみたんですけども、ラインスラックミニプライヤーっていうことで、早速ね、どんな感じか開けていきたいと思います。はい。プライヤーですね。あ、ペンチですね。わー、出てきました。こんな感じ。ね、でこういうねちょっと先端をこうやって止めとくのかな、こんな感じのね、蓋というか、ね、高速具がついてね、ちょっと外して、はい、これね1000円で売ってましたよ、ね、1000円で売っていて、ちょっと見てください、こんな感じね、すごいね、なんかこういうのっていいですよね、男心をくすぐりますよね、本当にこういう小さくて精巧な作りの何かというかね、でここにはね見えるかな、こうねラインスラックってね文字が入っているんですね、ラインスラックね、であとねこういうのってね落としちゃいがちじゃないですか、こう魚水辺でねこう針外してあげてたりしたらポチャーンなんていっちゃいがちなんで、ここにはねリングをつけてね、例えばリーシュコードなんかをつけるこういうね穴がね、つけられていて、まあ、ここでなんか脱落防止のね、感じの準備をしたり、できるかなっていうところなんですけども、なんかねすごいね小さいんですけどね、作り込みがいい、こう手に収まるぐらいのねこういうねほんとねミニプライヤーっていう、で気になったのがね、ここに結構ね平らな部分があるんですよね、平らな部分、こういうね小型プライヤーどんな時に使うかってね、自分はねよくあの管理釣り場なんか行ってあのバーブレスフックが必要だよって、あとシーバス釣りに行ってバーブレスフックが必要だよ、そういう時にこういうねミニプライヤーでねこう返しを潰すんですよね、うん、ね、そういう時に、使いやすいなっていうことで、早速ね、あの、先日買ったそうだな、こちら、背びれジャンキーとかね、例えばこう、出して、で、こう、標準ではね、こう、返しがついてるじゃないですか。そういうのね、大きなね、普段の手持ちのプライヤーだとね、やりづらいんですけど、こういう小型プライヤーだと、キュッキュッキューっとね、返しを潰すのがすごいやりやすいんですよね、こういう平らな小型で平らなところがあってしっかりした作りのプライヤーがあるとね、返し潰しとこうかなってね、刺さりも良くなるしなんていう時にあら簡単でね、こうねすぐね、返しが潰せるね、はい、そんな感じでね、こう返し潰しなんかにまずこういう平らな部分のところがあると非常に使いやすいなーっていうところと、あとは結構プライヤーって大型のね、自分なんかはね普段ねスミスのねステンレスプライヤー使ってるんですけども、ちょっとサイズが大きいんで、なんというかまあここちょろっとだけやりたいなーなんていうおかっぱりの時とかね、ついついねあのボックスに入れ忘れていっちゃったり、まあリュックに入れ忘れたりね、そんな感じで、あープレイヤー忘れた車の中だなんていうことがあったりするんですね。このサイズ感だったらなんというかこうポケットに常に忍ばしておけるなーなんていうね、うん、このサイズなんでまあジーパンなりのこうねズボンのポケットにこう入れておいて、あーちょっとがっつりね刺さっちゃったなーなんていう時もさっと取り出してね使うことができるんじゃないかなっていうことで、このサイズ感ね、このなんていうかねノーズの長さがあったら、通常だったらここのねなんだろう柄の部分というかここの掴むところね、もう少しね大ぶりになりそうなところなんですけども、ほんとねこういう感じでなんだろう、コンパクトに持ち運べるっていうね、これがね武器じゃないかなっていうことで、ステンレス製
でね、ロープ取り付け穴付きで、重さが 38g だよ、ラインスラックみたいな感じでね、書いてあるんですけど、ラインスラック、ミニプライヤーね、結構ね、ラインスラックね、ランディングネットとか、あとは、こう魚つぬっか網のこうグリップとかね、いろいろ便利グッズがね、売っていたりするんで、このね、プライヤーは出たらね、ぜひね、1個買っときたいなぁなんて思ったんで、この輝き見てください。なかなかいい作りじゃないですか。ね、1000円で買えますんでね、気になっている方はぜひね、チェックしてみてください。なんてね、まあ、ペンチについてつらつらと、語っていたんですけど、まあまあまあ、こっちのね、ルアーの方でね、釣りの方もね、どんどん頑張っていきたいと思いますんで、引き続きよろしくお願いいたします。はい、というわけで、本日の釣り子 TV は、こちら、ね、ラインスラックから、出ているですね、ラインスラックミニプライヤー、ね、バッツリ便利グッズ、これを一つ買ってきてみたよって、こういった動画でした。はい、釣り子 TV でした。また会おうぜ。